私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー第55回日本作詞大賞、そしてミュージックやキーアイナオを、これからきっとたくさんの心の歌、魂の歌を作ってくださることでしょう。昨日放送された第55回日本作詞大賞をご覧になりましたか？カズツバサ先生が書かれた甲州道が大賞候補になりましたが、ノミネート作品は15作。事務所の先輩の水森かおりさん、九十九里浜、辰巳ゆうとさん、雪月花も歌唱曲がノミネートされ出演されていましたね。皆さんの熱唱が続き、我らがキーアイナオを黒の演技服スーツで登場し、カズ先生の前で甲州道を颯爽と、そして真心込めて歌われて、ジンときました。私は郡川清に出会うまで、このような賞があることを全く知りませんでしたが、2000年末から22年間、毎年、この番組を見るようになり、改めて歌手の皆さんが作品を作ってくださった先生方に恩返しをする場でもあるのだと、しみじみ感じて見ていました。大賞は、桔梗、作詞、松尾清、歌唱、天童よしみに決定しました。松尾先生、天童さん、おめでとうございました。感嘆符。特別賞は、大阪ロンリネス、作詞、さくらちさと、歌唱、田中あいみ。坂本冬美さんが BS テレビ東京特別賞を授与されました。皆様、おめでとうございます。ご出演された皆様、今年1年のご活躍おめでとうございます。そして、キーアイナ、素敵な歌唱をありがとうございました。感嘆符。いつか作詞家としても大賞を受賞してくださる日が来るのではないかしら。昨日はそんなことを想像していました。いつの間にか私にもキーアイナのおかげで作詞大賞にたくさんの思い出ができていました。なんてありがたくて素敵なご縁なのでしょう。松井ゆりおっと先生、水木礼二先生、松岡弘和先生の受賞された時のお顔も浮かびます。そして、ミュージックフェアでは、ファーザーを歌ってくださいましたね。愛あふれる歌声が染みて、ピリオド。どんな風にしてこの詩を書いたのかしら？書いていてきっと泣いちゃったよね。きっとそう。だって聞いていて泣きそうになったから。キーアイナオを、これからきっとたくさんの心の歌、魂の歌を作ってくださることでしょう。私はその曲をキーアイナへの歌声で聴き、時には自分でも歌っていけたらなと、また夢が膨らみます。さあ、そして、清子の夜ボル22が近づいてきました。先日、インスタに、騎士団万博2022から暴走魂からの会場に立ち寄った様子をアップしてくださっていましたね。なんで袖が裏に？あっつ、そうか。清子の夜ボル22のリハーサルを袖ヶ浦にあるオクトホールでされたのですね。それにしても地面の固まった足跡に気づいてくださって、さらにそのコメントにジーン。だって本当にその通りだったから。なんで、あれだけでキーアイナニーブを全てが分かってしまうのかしら？本当に細やかで優しい方。バーさんでの放送では、トークもほとんどが放送されていて、あの時の選曲、歌唱とともに今のキーアイナへの心境が改めてよくわかるなぁと感じました。夢のように美しいキーアイナ。ライブでは眩しく輝いて、静止画では伝えきれないこの世ならぬ輝きをまとっていて、ピリオド。最近は曲にもよるかもしれませんが、太陽というよりは優しくどこか孤高の人を思わせる月の輝きを放って、慈愛に満ちた女神ルナを想起させられます。まだ発表されていませんが、再放送があると思いますので、未見の方はぜひ。前後しますが、FNS 歌謡祭りでは、限界突破×サバイバー、と、さよならの向こう側を歌ってくださいましたね。クリスタルヒールを履いた足元から映し出されて、セクシーなパフォーマンスと迫力満点の歌唱に酔いしれました。思えば、ご自身で超音波と評する歌声も、キーアイナ自身が苦闘の中で身につけたものですよね。デビュー当初から折々に歌うポップスの歌唱にも異彩を放っていて、
その声量も半端なかったですが、でも今の歌声、歌唱はその後さらに進化に進化したものなのだと改めて感じたのです。さよならの向こう側は、以前歌コンで歌唱してくださったことがありましたが、今回の心に決めた思いを秘めながら歌われた歌唱では歌詞が心に突き刺さりました。約束なしのお別れです。今度はいつと言えません。でも、確かに歌い出しにやるように、何億光年、輝く星にも、寿命があるのですよね。だからこそ限られた一度限りの人生を自分の好きなような生きな口。出会ったその日から、気合い長生きせいでいるようで、失礼な言い方かもしれませんが、この人これからどうなっちゃうんだろう？このまま一体どこまで行くんだろう？と、気になって、気になって、気づいたらファンになっていました。それから、ずっと歩みを止めることなく走り続ける気合いなに、出会った時に抱いた思いは消えることはなかったのです。だから、20代から時間が止まっていた、1年が人の10年くらいという本人の実感を伺って、少しほっとしたのでした。生身の人間ですものね。1年が10年としたら、もう200年分以上働いたことになりますね、汗。気合いなが折々に語るようになった本音に、最初は少し驚きましたし、そこまで言わなくても、と思ったりもしたのですが、今は、それらを反芻するたびに、それなのに氷川きよし然として、ファンに移転のの曇りも感じさせることなく歌謡界のトップを走り続けてきたことに、やはり天晴れと思うのです。自分もそろそろ幸せになりたいですね。鳴らしの込んで、ふと漏らした言葉こそが、気合いなの心からの声なのかもしれません。氷川きよしになる前の自分のように、すべてを白紙にして、一から、今度は誰に強制されることなく自分の好きなように、その人生を歩もうとしているのだということを感じます。世間のまことしやかな憶測は、このブログにもコメントで寄せられて、私はその度傷ついていましたが、もう気にならなくなりました。大阪のゆうさんのお友達で、私がこのブログを書いていることを知っている数少ない方の一人が、来年からはブログもお休みされるんですよね。とお尋ねになりました。その言葉に、新年会や2月2日の会のことは比較しているものの、ブログのことは何も考えていなかったことに気づきました。それからずっと考えています。まだ答えは出せませんが、年内はこんな感じでなかなか更新ができないこともありますが、それでも書いていきたいと思っています。年明けても、ファミリーマートの年末年始キャンペーンや、ワーさんでの放送も決まっていますし、2月2日のベストアルバム発売と、来年もファンはありがたいことに忙しいですねから。気合いなえのことに加えて、プライベートでも心騒ぐこともあり、加えて仕事の忙しさも重なっていましたが、何か吹っ切れましたから。簡単ふ、王さんにお誘いいただいたおかげで、北島三郎さんの不明地座さんでのファイナルコンサートにも伺うことができ、感動しました。ある日の歌謡コンサートのアトラクションで気合いながステージに立っている時のことでした。突然、黒いハンチング帽かぶりジャンバーを羽織った男性がステージに現れたので、一瞬ドキッとしたのですが、それは私服に着替えた北島さんでした。着替えて帰ろうとしたら、まだアトラクションをやっていて、ちょうど気合いながステージに出ていると聞いて、応援に来てくださり、気合いなのことを褒めてくださり、氷川きよし君をよろしくお願いしますと。温かなステージに、あの日の北島さんの姿とお声が、蘇りました。今、私の心は 200%、きよしこの夜ボル、22、でいっぱいです。氷川きよし、驚きの声が、殺到、胸があるんだけど、まさか、グッチのワンピースが、ドンピシャで、好きになった、と綴り、黒いワンピースを着用した最新ショットを、ストーリーズで披露した。ネット上で、見るたびにエスカレートしていきます、ね。ちょっと怖いです。昔の姿が懐かしい。いつも思うのですが、にわかに胸元が若干膨らんでいるのはなぜ？胸があるんだけどどうした？胸がある？ありますよね。
まさかこんな日が来るとは思いもよらなかったよ。紅白でどんな衣装で現れるのか、怖いけど見てしまうんだろうな。と、驚きの声が殺到しているとエンタナビが報じた。24年連続 NHK 紅白出場氷川きよし、年内活動休止無期限休養も、来年も出演するつもりのよう。12月7日には松任谷由実68が NHK 紅白歌合戦の特別企画で出場することが決定。さらにもう一つの特別企画として注目を集めているのが、今年の紅白をもって歌手活動を無期限で休養する氷川きよし45だろう。さらに妖艶さが増した氷川さんですが、その姿をしっかり楽しめるのも年内いっぱいということですよね。ただ驚きの話が聞こえてきているんです。というのも、来年の秋には復帰する計画があるというんです。今年の紅白をもって無期限の休養に入ると発表していますが、本人サイドは来年の紅白にも出演するつもりのようです。それでは皆様、またお会いできますように。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。